ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。本日の動画はなーたんちゃんが一人で寝るまでを動画にしてみました。なーたんちゃんがね、最近一人でね眠れるようになりました。もちろんね、眠れない時もあるんですけど、こういう感じでこの声を上げている時はだいたい一人で寝ます。この時私はもう近くでの編集をしております。ちょっとまあこの動画だけ見てるとなんか放置しているみたいで、ちょっとかわいそうな気持ちにもなってくるんですけど、一人で寝る時はどんな風にして寝るのかという動画になってきますので、ちょっと心が辛くなってくる方はですね、ご視聴をこの辺でやめておいた方がいいかなと思います。はい、ということでね、こういう風に甘え泣きっていうんですか、ふえーみたいな、だいたいこういう泣き声をしている時はねむねむちゃんの時です。おはげがこんにちはということなんですけども、だいぶね前から見る髪の量と後ろから見る髪の量はね結構違ってくるんですけど、こういう声を出してる時は2パターンに分かれてて、このまま寝てしまうか、これからもうギャン泣きになってしまってっていう、大体2パターンになります。もうギャン泣きになった場合は抱っこしたり、あとはゆりかごみたいなのに乗せて動かす縦揺れですると寝てくれますね、大体は。まだ歯は生えてないんですけども、口から泡をブクブクブクってしたりとか、指を舐めたりっていう行動は割と普段見られるようになりました。でもね、ちょっとまあこの動画も爪若干伸びてるねすぐね爪が伸びちゃうから、本当に1週間に1回2回ぐらいはね切るようにしてますが、ちょっと気になるね、また爪を切りたいと思います。こう指をしゃべりながら同じような声を出すのが、まあ、5分ぐらいかな続いてますかわいいよねこの声もね力のないようなあるような声 でタオルをね掴むのがすごい好きでね、なかなか離さないで、顔の周りにこういう風にタオルとかをね置いてあげると安心するんですけど、パッて気がついたら全部顔にタオルが覆いかぶさってたりして危ないので、タオルを近くにやって寝るまではちょっと近くで見てあげたりとか。カメラでね確認しとかないと息できなくなっちゃいそうでね、すごく怖いので近くで見守っています。なーたんはね、タオルね、タオルによっては肌荒れすごいしちゃうんですけど、このガーゼタオルとか赤ちゃん用のねタオルなんですけど、これはね肌荒れしなくて大丈夫なので、よくねなーたんに持たせたりとか顔周りに置いてます。なんだろうね、なんか大人になってから普通にねタオル生地も大丈夫になってほしいんですけど、まあ今はねダメです。で、ちょっと頭をね、撫でてあげました。この動画撮って改めて思ったのは、ちょっとこうやって頭を撫でてあげるだけで安心するのか、こんなに静かになりました。すごい不思議じゃないですか。もうこれの動画を撮った時に、もっと早くから頭を撫でてあげたり、触れてあげればよかったってちょっとね改めてね反省しました。触っただけでこんなに落ち着くのか安心するのかねわからないけど、はい、
皆さんもぜひね、このうーあーって言ってる時はちょっとなるべく早めに頭とかよしよししてあげたらいいかもしれません。私は改めてこれを見て反省しました。なんとかね、寝たと思ったら起きるっていうのを繰り返しています。でもね、見ててください。この後笑ってるんです。めっちゃ可愛くないですか。これはさすがに可愛いと思いますね。なんで笑顔になってるのかちょっと分かんないんですけども、あ、すいません、編集中のナートンの声が、失礼します。ややこしいややこしいややこしくなっちゃうから。で、ここからですね、もう早送りなんですけど、ちょっと母と話したりしまったりして、その声がね、やっぱりうるさくてナータンちゃんが起きちゃったんですよね。申し訳ない。会話がちょっとうるさくてナータンちゃんが起きてしまいました。申し訳ない、ナータンちゃん、ごめんね、寝ようとしてたのにね。ナータンちゃん、ごめんね、申し訳ない。はい、こんな感じでちょっとまだ眠りが浅いので、寝たと思ってもこうやって声上げたりすることをね繰り返しておりますが、様子見て、ああもう静かになったな、寝たなって思ったら電気消したりとか、ちょっと暗めにしたりとかいう意識はしております。はい、ということでね、本日はナータンちゃんが一人で寝落ちするまでを動画にしてみました。改めて、まあ、ちょっとピーヒャラ言ってる時は早めに頭を撫でてあげたり、手を握ってあげたりする気遣いを早めにした方がいいなと反省しました。はい、ということで皆さん、本日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。